皆さんこんにちは、座頭ワン役の小安武人です。さて今回もですね、座頭ワンを演じることになりましてですね、収録は、滞りなくスムーズに、行うことができました。非常に楽しい収録であるんでございますけれども、そうですね、座頭さんのこのセリフ回しが独特というか、セリフの中身も独特なんで、非常に頃合いが難しいというか、バランスが難しいというか、そういう微妙なところ、あんまり狙いすぎるとちょっとあざとくなるので、これは狙ってんの狙ってないのぐらいなところに置いておくのが一番理想としてはいいんだと思うんですけど、なかなかそこに持っていくのが難しいなと思いながら毎回やってるんですが、そうですね、すごく、ギルティの収録の時はスタッフさんがですね、優しい目で、おおらかな感じで器のでかい男を見せていただいているので、非常に小安武人やりやすくこうおだてられながらやっているような感じがしてですね、非常にありがたく思います。少々これはダメだろうなとか思いながらやってることでもですね、意外にあ面白いですねって言っていただけるとですね、非常になんかこうなんだろう、気持ちが緩やかに、そしてやる気がみなぎっていくというか、そんな感じがいたしましてですね、座頭さんを愛することができているなっていう感じがします。皆さんもですね、おかげさまで座頭を可愛がっていただいているということで、こうしてまだ続けることができております。この先もですね、ぜひともですね、可愛がっていただいて、もっとこんな座頭が見たいとか、こんなお茶目なところが見たいとか、そういったリクエストもですね、随時受け付けておりますので、その辺を、感想などメーカーの方へ送っていただけると、メーカーもめんどくせえなとか言いながら、見てくれると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ベノム役の諏訪部純一です。ギルティギア大好きっ子のあなた、ご機嫌いかがですか。今回もベノムの声を担当させていただいております。気づけば結構長い付き合いになってまいりました。相変わらず前が見えているのか見えていないのか、不思議なヘアスタイルの持ち主でございますが、大好きな座頭様から引き継いだアサシンの組織を統領として、頑張って率いておりますので、引き続きベノムをご愛顧いただけると私個人としてはとても嬉しいなと思います。ええ、ベノムで天下取ってくださいよ。やり込んでくださいよ。他のキャラみんなぶっ倒してくださいよ。期待しております、あなたの健闘に。ではまた。